はい、こんにちは、ピースの渡辺です。これこの間起きた大きな地震の地割れの跡でございます。危ないね、これね。あと砂利でも入れて鳴らさないとなと思いながらね、今いたところでございました。今日はね、ちょっと車とまた違うものなんですけども、じゃーん、全然車と関係ないんだけど、トイレ仮設トイレ買ってきました。これまさか車やってて、この仮設のトイレを買う時が来るなんて思いもしなかったですね。まあ今地割れ取ったからだけどさ、まあこの間の地震の時に水道管がね調子悪くなっちゃって、水はこの辺の地区も、福島県相馬市ね、ここのところの辺の地区も水復旧したんですけど、配管の方が調子悪くてね。で今ちょっと水の方が思うように使えなかったもんで、急遽仮設トイレ買ってきました。いやー、洗車業務とかがねなかなかちょっと今やりづらくてね、溜めた水使いながら洗車業務とかやったりしてたとこだったんですけども、これタンクね、タンクに水汲んできてさ、こいつでとりあえず納車前とか展示前の車の洗車業務の方ねやるようにやっておりました。そう、まあ、なんでこんな動画を撮ってたかっていうと、春先になってくるとね、磨きコーティング動画のねご依頼が多々いただいたりするもんでね、それで今こんなような状態だったもんで、磨きのご依頼ねせっかくいただいてもなかなかちょっと思うようにできなかったもんで、ちょっとしばらくの間ピースのお客様からの、磨きコーティング、外装のねヘッドライトはすぐできます、外装の磨きコーティングに関してはちょっと水が完全に復旧させるまでの間、しばらくの間ちょっと業務を止めさせてもらおうかなと思いましてね、誠に申し訳ございません、ね、ありがたいことにこの YouTube チャンネル見てくださってるお客様でね、磨き動画ご相談ね、あったかくなってきて1件2件入ってきたところだったんですよ、ね、なんだけどやっぱりこうちゃんとね水がない状態でだとちゃんとした仕事施工の方ができないんで、せっかくお受けするんであれば、満足にいくようなものを出したいんでね、ちょっとしばらくの間水が止まってたもんで、磨きコーティングの、ヘッドライトはできます、外装の磨きコーティングねの、施工に関してはしばらくお休みさせていただきます、申し訳ございません。とりあえずあとまた水復旧した頃にねまた動画も撮ろうかと思うんですけども、まあ、いつ復旧するか、うちだけじゃないからね、水が配管おかしくなってんの、いろんなところでも何十件何百件って多分今配管おかしくなってんだろうから、水道屋さんバタバタやってるみたいなんでね、今ね水道の修理の方はね順番待ちとなってましたのでね、まあ一応できたらまた動画の方も撮っていきます。今ちょうどガクトとガクトのお友達のユーシンピースの今助っ人でね手伝い来てくれてたんだけど、ルームクリーニング頑張ってくれてました。このミラー、これマニュアルのミラー、この間ガクトがオークションに行って買ってきた車だったかな確かね。こいつ今ガクトが車検通してきてたんで、内装外装仕上げてお店の方に出していくようになりますね。あとこっち側の EK ワゴン、これ6万キロぐらいの EK ワゴンでね、これ私オークションから買ってきたやつね、ピースでね今私の買い付けとガクトの買い付けとね、まあ、ほとんどまあは私買ってるけど、まあでもな、ガクトにも覚えてもらうようにと思ってさ、なるべく買えるタイミングの時はオークション行ってこうなんてねやってはいるんですよね。やっぱやんねえと分かんないしね、オークションほんで買ってみて成功するも失敗するもね、どっちも経験しないとやっぱり成長しないし、とりあえずまあ毎回ドキドキしながらオークションに見送っております。昨日もね1台ガクトオークションから買い付けしてたんですけども、あ、それちょっと取ってこようかな。昨日は、このライフか JC モデルの最終形ですね、これガクト現物見ながらオークション会場から買ってきました。何年式だこれ、平成23年ですね、10万と2000キロぐらいのライフ、いいね。タイミングベルトは今から交換しないかダメだね。内装の状態は綺
綺麗です。評価点も 3.5 ついてるんで修復履歴動画も出てない車でいいね。色合いいですね、ブラウン。ちょっとこの辺のサビが気になるか、まあ、しょうがないな、中古だから。どうしてもね、気づいた見つきものなんで。最近中古車相場がね、高騰してる中で買い付けの方はね、なかなか苦戦はしてるんですけども、ガクトもね、昨日1台だけこいつ買ってきたんですね。うん、エンジン綺麗だな、いいと思います。まあ、ピースでさ、これ車検点検しながらタイミングベルトの交換やっちゃうんですよ。で、その時にね、ベルト類刺激交換しながらヘッドカバー部分のパッキン交換もやっちゃうんでね、とりあえずは。うん、10万キロの車、ね、やっぱりタイミングベルトの車の場合はベルト交換してから販売に回した方が安心して売れるかなと思ってね、やっております。まあ、いいんじゃないかな、この車、ね、こんなに目立つ痛みもなかったんで、少しだけ、タイヤハウス、リアのタイヤハウスのサビ、さっきに取ったところ、そのぐらいかな。でも全体的には綺麗な感じの車で仕上げれば5000円につながるかな、どうだろうな。まあ、あとガクト一生懸命試運転動画とか、ね、アピールしてもらって、ね、気になったお客様、ぜひぜひどうぞ見ていただければと思います。いいね、いい車買ってきたな。こんな感じですね、とりあえず、ピース、今日もこんな感じで仕事の方やっておりました。水復旧したら磨きコーティング喜んでお受けさせていただきます。しばらくの間、ちょっとだけね、磨きコーティングお休みさせてください。低価格車専門店ピース、何かありましたらご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。